これですね、あの、自分だけ有利になる、そういう話ではないんですね。えー、多くの人がその日のうちに手仕まいして、えー、しまえば、その、えー、多くの人、えー、その日のうちに手仕まいしてしまう人の中での競争ですよね。株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。 そしてチャンネル虎の穴の金曜日虎の穴。テーマはスキャルピングです。スキャルピングには落とし穴がある。私自身が短期の売買、超短期の売買は、あの、否定的に考えているので、まあ、否定論なんですけれども、超短期売買の難しい点、それから客観的に不利と思える部分、こういった ものを並べたいいと思いますえもちろんマイナス面があったら表裏一体のプラス面も、えー、存在するはずなんですが超短期の売買については、えー、ほとんどの投資家におすすめしない、えー、こういう理由があるので聞いてもらいたいと思います、えー、なるほどと思ったら高評価グッドボタン押してくださいチャンネル登録もぜひよろしくお願いします 私たち売買していて、え、醍醐味って何でしょうかね醍醐味。トレードの醍醐味。というと、やはり一つ挙げられるのは値幅取りだと思います。通常50円、100円のところを、え、200円、300円、400円。まあ、こうやって値幅を取る。え、これ醍醐味と言えると思います。と言っても、頭と尻尾はくれてやれ。なんて言葉があるように、 どうしたって頭と尻尾。ここは取れない。安いところで買った場合に上がってきて、粘ったとしても、やっぱり勢いのあるうちに売り手じまいする。これがいいなと。まあ、こんなふうに現実になりますよね。えー、だから、あまあ、限度はあるんですけれども、それでも値幅取り。まあ、これはあの、醍醐味というだけでなく、 避けようのない損失をカバーして、トータル、プラスにする。えー、そのためにもある程度必要です。無理に狙って、わがまま言ったって、マーケットは答えてくれないので、えー、その辺はきちんとね、考えなければいけないんですけれども、えー、それに対して、スキャルピング。まあ、非常に短い時間の売買。ということは、必然的に値幅も少ないわけです。 スキャルプ、スキャルピングというのは頭の皮を剥ぐということで、薄く取っていくと、こういうことなんですよね。最初から利益が小幅なんです。利益が限定されているんです。もちろんそういうのを承知で、こうこうこうしてうまくいくのではないか。こういうふうに考えが進んで、現実ですね。 売買している人がいるわけですけれども、それから当然、それで儲かっている人もいます。ただ、今ここでお話ししているのは、先ほど触れたように、ほとんどの投資家には、えー、おすすめできない理由が、これだけありますよ、ということです。その一つが、最初から利益が小幅、利益が限定されているということです。 あの、勝率を上げようとして、えー、例えばですね、えー、個別の銘柄、えーまあ、寄り付で必ず買う。で、買えたら3円上で売り差し値を出す。で、なんかね、えー、パッと簡単に、えー、利食いがあの成立しそうですよね。えー、でも、こういった売買を組み立てた場合に、えー、もちろんね、今の条件だけで、えー、やったらあいいよと。 他にはないよって話ではないんですけれども、利益が3円幅、限定です。損失はもうちょっと大きくなる可能性がある。だから勝率が高くても、果たしてトータルでプラスになるんだろうかこんな疑問はあります。こうやって簡単にね、ッっらだけでシンプルに考えた場合に、そんな疑問は出てきます。現実は、そこをカバーすべくどう考えていくか ということなんですけれども、とにかく最初から利益が決まっている、利益の上限があるというのは非常に難しい点の一つと言えます。それから、非常に短い時間で、ざらばでこう超短期の売買をやる。これはですね、やっぱりガチンコ勝負になっちゃうわけですね。板の取り合い。 こういったことをしなければいけません。敵は誰かというと、もう凄腕のデイトレーダー。それから、えーまあ、非常に有利なところにいる証券会社のディーラーとか。あともっとすごいのは、目に見えない速さで注文を出す、えー、マシーンです。プログラムです。もう見えないわけですよ、バイバイが。 そういう敵と、もう、板の取り合いをするガチンコ勝負をしなければいけないということです。それに対して、数ヶ月間のトレンド、こういうものを狙って売買した場合には、どうでしょうか。そういう板の取り合いという部分は、極めて小さくなります。むしろ、マーケットが大きい。ある程度、売り買いがある。これが味方になります。 でゆっくりですね、自分のペースでやることができます。ガチンコ勝負を意識しなくていいんだと。えー、こういうことです。数ヶ月じゃなくても、最低でも,もう1週間10日とか、えー、それぐらいあれば、えーまあ、マーケットの規模が味方になってくれると思います。それからですね、えー、まあ、こういうデイトレード、まあ、スキャルピングに限らず、えーまあ、ザラバの 目標をデイトレード。これは毎日できる。これがあの非常にね、いい点だと。プラスの面だと。えー、こういう主張があるんですけれども、えー、どうでしょうか、えー、立ち会い日。月曜日から金曜日まで。必ずやるんでしょうか必ずやる。やり続ける。これはこれで大変です。えー、仕事はどうするんだと。 まあ仕事があない人だったらいいけど、えー、仕事があったらどうしますか時々やる、えー、夜間だけ、えー、ちょっとやるこれはこれでですね、売買の精度の問題があります。まさにガチンコ勝負をする上で難しいのではないかと思います。えー、先ほど、値幅取りの話に触れて、えー、スキャルピングは最初から小幅なのが問題だと言いました。一般的な売買。 みんなで競争していますから、予測の的中率はやっぱり50%前後に収まってくるわけですね。えー、売買の機会を減らす。つまり、えー、仕掛けるチャンスを絞り込むことによって、えー、予測の的中率を上げる、勝率を高めにする。こういう試みは成立すると思いますけれども、それでも8割9割当たるわけではない。どっちにしたって、 損失は避けられません。だから、損傷利大という言葉があるわけです。損の場合、見込み違いの場合は、数量が少ないうち、値幅が小さいうちに切って、次のチャンスを探す。もう負けを確定してやり直すということですね。でも、うまくいった時には、その当たった予想を育てるべく、少し粘って、時間かけてもいいから、えー、粘って、値、えー、幅を取ってやる。 で、トータルプラスにする。こういう現実論があります。やっぱり、スキャルピング、利益限定というのは、えー、なかなかね、えー、組み立てにくいんじゃないかなと思います。えー、それからあー、まあ、これもですね、スキャルピングに限定した話ではなくて、まあ、その日のうちに手仕舞いしてしまう売買、すべてそうですけれども、これは、あの、ポジションがですね、 えー、オーバーナイトしない。次の日にポジションを持ち越さない。ということで、これが有利であると、えー。こういう意見もありますよね。海外のマーケットで何が起こるかわからない。寝ている間に、えー、事件が起きてて、えー、ポジションがね、えー、逆の方向に朝から動いちゃったら、うん、困るじゃないかと。えー、こういうリスクを追、えー、いたくない、えー。その日のうちに手締まいすれば、 こういうリスクを負わなくて済むんだ。えこういう意見もありますけれどもえ、これにもね、反論しておきたいと思います。これですね、あの、自分だけ有利になる、そういう話ではないんですね。えー、多くの人がその日のうちに手締まいして、えー、しまえば、その、えー、多くの人、えー、その日のうちに手締まいしてしまう人の中での競争ですよね。 同じ条件を兼ね備えた人がいっぱいいるわけです。それから、海外で動いて、翌日、マイナスの方向に動いたら困るというわけですけれども、プラスの方向に動くこともあるわけです。プラスマイナス、同じ確率ではないかと思います。なぜ、逆に行くことだけ取り上げて、これが有利だというのかと。 えー、ちょっとですね、えー、理屈がですね、えー、不完全なんじゃないかなと。まあこんな風に思います。えー、とにかくですね、えーまあ、個人というのは不利です。いろいろな面で不利です。えー、だから、あ少しこう休みを意図的に作ってやるところを絞り込んで、それから少し長めのトレンドを見ながら、マーケットの規模を味方につける。 えー、具体的なこう表現になっていませんけれども、とにかく短期売買じゃなくて、えー、一定の期間の売買で、えー、少しゆとりを持ってやるということですね。えー、これによって、えー、個人はあ勝てる道が、えー、開ける、えー。個人の武器が使える、えー。個人ならではの戦い方はこういうものだ。というのがあやっぱりあると思います。スキャルピングはそれと 真逆に位置しています、えー、覚えておいてください。最後までご視聴ありがとうございます。